静岡市の山間部で先月確認された大規模な地滑りの対策を話し合う委員会の初会合が開かれました。先月下旬、静岡市青井区の諸子沢地区で大規模な地滑りが判明し、その後も土砂の移動・流出が確認されています。昨日、静岡市の対策委員会の初会合が開かれ、担当者から 地滑りの調査状況について報告がありました。現在も土砂の移動や土石流発生のリスクが残っているため。どんな対策を取ればいいか。今後委員による現地調査も交えて検討していくということです。流木の堆積状況や土砂の堆積状況っていう言ったところを。あの調査を行って、あの慎重に。 撤去をしていく必要があると思います。